はい、今ピアノが入ってきました。運送の方も、こんな感じで出て行っております。ペダルをつけて、これから作業の方入っていきたいと思います。こっちの方がよく動くけど。こっちにしようか。うん、あの紐はどう出てくるんかな。紐は。そうだよな。紐はここからこの辺に向けて。あ、この辺に向けて。いや、どうやったかな。この辺か。ここら。あ、これか。鉄板あるし。うん、ここ。あ、ありがとう。鉄板からこう、あ、ここに来れるか。あ、ほんまやな。コードが。ああ、うん、そこ。すごいね、ヤマハ。よし。なんだかんだ。これは反応すんのがこうやから、こう、この向きやんな。こうつけやなあかんってことやな。それでオンオフ。な、こういう位置やな。全部これ短い気がする。とりあえずじゃあこの辺かなと思うところつけとくで。よっしゃ、次はこのぐらいの位置か。うん、どうせこうやってきたらいいの。こっちの長さは十分にあるんで、うん、あのナンシーさん、やっぱあの黄色いあのポッチ、うん、これが操作がこの辺か。ビロビロは、あ、こう来るわけやな。あ、まっすぐ行く方がいいのか。そうやな、ビロビロな。このライン。この辺で。あ、そっか。ビロビロはここは貸せないのか。うん、うん。あ、こう鉄板をくぐるしかない。そうやな。ほな、ここやったらネジ、この溝にも干渉せえへんから。ほな、このラインに、この機械のラインを合わそうか。うん、ちょっと足、斜めに入れるやつとかあるやん。あんなん嫌やな、くさびんで。ずれちゃった。うん、ずれたけどね。そこにどれだろう。よし。ポンチの位置がずれたら意味がないから。こっちからつけた方がいいな。2個緩くつけて。2個緩くつけといて、刺してからつけたいな。
何でどうや。よし、入った。これで合ってる？このね、上下はこれでやってるんだけど、つけていくの。こんだけ買うんやったら、つけちゃいますか？1、2、3、4、5、6箇所。6箇所もある。OK。すごい引きつけて。これ向きどっちやな。この辺で結局束ねる、ね、束ねるしかないんで、でもこの辺で刺さるんですね。よし、こっちはこの間違いなくて、際すぎる。いや、私もっと出す。 OK。 というか、これがあのウィンガシャだ。ウィンガシャが、これを貼り付けた。全部出えへん時があるね。あんまり奥に。これぐらい。うん、私割とね、こっちの辛いよりちょっと。次が、そしてノートが。真ん中辺に入れといていいかな。そう、目分量やけど。うん、私も。そしてノート真ん中やから、これやな。違うだよな。このピチッとはまる感が。ああ、そうなんだ。うん、いいからっていいことがあるんやろか。この辺で。これでついたのかな。あ、ついた。ついた。つけれなかったんやろね。多分もっとキチキチやったのかな。どうなんや。つくえも。つくえはいいと思う。なんかこんなんで締めたらいいのに怖くない。傘を作っといて、でこれを取って成長したらこうできるし、あの 鉄の棒だけ取ってたらいけるのかな。うん、ここから取った方がいいよな、鉄の棒と思う。そうか、ほな成長しやすいんじゃん。その作戦でいこう。分からん、ごめん。鉄の棒は分からんか。鉄の棒は
ったりする場合によって私は。あ、ね、だろうね。うん、だって同じ技じゃない。これがだいぶ切らなあかん。全部。全部。ここも半分ぐらいに。あ、まあ、切るのはノコだけでぐらいは。これってもって言ったってこの穴開いたる位置があるから。穴はでもなんかたっぷ穴がたっぷり目に切ったらいいんじゃないの？これ、あ、あ、ここらで切ったらいいのかな？ここらで。ほんでここで補強したらいいのか。でも補強止める場所は4箇所ぐらいっぽいので。小ユニットを取り付けの最中に、こういうところで鍵盤の下になる部分ですけど、全部ピカピカに磨き上げております。さっきしたらここ1個しかこっちを入れるのゼラゼラ、はい、うん、これはこっちやないと、ま、このぐらいでいいんちゃう、うん、要するにここへ全部乗ってる方がええやんな、うん、アルミの部分がね。それはそうやね、うんうん、ではそれでいい。じゃあこれで、この元の線やな。サブタつけて1サブタ方がいいから。そうそうそう、それとそれそれそれ、それつけてつけて1を下がろう。なんかこれか、こうするのがいいかな。この辺かな。かなり奥やな。奥の方が。ここで入れてみようか。これはあまり強い。あー、本当だ、うん、これもなんか使えそうやね、工具とかに。この厚さ、この厚み、もう1、2ミリそっちいったらこっちはちょうどいい。あ、ええ感じちゃうか。
ここもエッジ感じちゃうか。別に悪くないね。ここはこれね、刺さってないね。うん、あ、大丈夫。じゃあこれをこれで決めてまう。ネジでちょっと下穴開けようか。これでもいいんじゃない。他のずれへん、バーンっていったら。え、もっと手前にしないの？ギリギリ。うん、ギリギリにしましょう。いいですか、私も。で、左右も大丈夫？はい、こんなもん。私は大丈夫。うん、大丈夫。はい。これ何かがない。でも丸の跡がめっちゃついてる。なんか刺さってそうな感じの。これはやばいやんか。やったらあかんかったんかな。ちょっとあんまり雰囲気やな。もういいやん、じゃあこんで。こんでする？いらないもう。いらないのちゃうこれ。全然高いよね。これな、ある程度止めといてからこれグググって動かしたらあかんの。それはできます。硬いけ ど, どあ、あのできる。これがスライド効くんで、うん、半分にしちゃいますもう、うん、バネなんかでもあるもん、うん、確かに。何やそれ。はいっていう感じで。でもちゃんと分かってくれたんだ。うん。あ、めっちゃ赤い。どうですか。なんかもういかないかな。なんかこういうもんやな。こんなもんって感じですね。うん。しなったらまた変わるか。うん、でその裏の下側キーボードって感じ。いや、裏のか。下、うん、そこに。いや、でもどっち向きかが分からへん。どっち向きかが分からへんか。いっちゃう顔してんの。いっちゃう顔してんの。うん、どっち向きか分からへん。すっとすっと来たから分かんのかと思った。うん、どっち向きか分からへん。これか、あこれか。向きが分からんことを確認しに来たみたいな。出ましたか。まだね。こんなとこにこんなの入れてあるの。あ、紙やね。紙パンチング。ボールパンチング。はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、来ました。はい、ゲット。ほら、あれ、もうこんなもん。まだ行くよ。引っ張ってもいいですか。はい、まだまだいける。はい、そろそろいっぱい。ほら、入れてもらう。これはもう取っといたらいいのね、アクション入れるのに。じゃあ、そうですね。あー、よかった。全部ほんとやー、よかった、よかった。入った、入ったか。入った。だからどっちで、そこでたるましといてあかんもんな。まあ、そういうこともないか。別に、まあそれかここであれ固定してもいいけどね、あの白いケーブルのやつで。まあできるだけ この裏でムニムニっとタグ寄せといたらいいな、何もかも。そうですね、嫌でしょうねこれ。まあそれは後からやな。